5月4日のケリヒメスイーツ。今日は何曜日なんだ？多分木曜日。連休に入るとすっかりわからなくなんな。ということは明日更新が何かあるのかな。今日で終わる系もちょいちょいあるけども、こういうのはまた何度でもやってくれるし、でちょうどここがまだガッとゲットしてないものがあるんでやっときましょうか。レッツゴー！ハサミアタックだから確かチョキ系ばっかりかな。となったらやっぱりグーの強キャラといえば大冒険の始まりよ。強戦士ですけども、ちょっと範囲があるからアルマドとか使ってみるか。ここ強戦士撃つと手前のやつがもしかしたら当たらないかもしれんな。ここは平気そう。で蹴り待ちとかもないんで、あ、手前のになるか。奥行くと思ったのに。あんでも追ってみるか。ほい。エクストラだけど同属性だったら問題ない。ここも微妙だな。当たる位置によっては強戦士だと取りこぼしありそうだから、ライフ持ちとか変なの持ってるやついないんで、あるものでポン。ここぐらいは OKOK。 最初の通りすがりの体当たりで破壊と。でちょっといやらしいチョキがダメなあいつ。チョキがダメとかは平気、グーがダメっていうのがいやらしいけど、サクッと倒しちゃったんでランクは低いけども。でプラチナボックスとかも特に手に入らず、そんなに確率は良くないんだよな。ハサミアタック自体前からあるけども、その頃からまだゲットしてないものもあるし、やっぱどれもプラチナだな。で他は今日で終わっちゃうようなところ、ドレスはいつもあるやつ、ザックザク堂の時間限定のやつやら宝箱やら、支援は大事だね。レッツゴー！ここは何度でもというか1日数回必ず入っておく。3回だけかな今は。で現時点で明日更新あるとして、何も動きがないというか、嵐の前の静けさ感がある。ゴールデンウィークだっていうのになんかちょっと豪華っぽいスロットがあるぐらいで、イベントの方がないのがおかしいので、何か用意してんじゃないか。一応まだ5日だったらゴールデンウィーク真っ只中だし、でもイベント系って大体そういうゴールデンウィークだったらゴールデンウィークが始まるよりもちょっと前にね、ちょっと前から始めたりすることがザラだから、最中にいきなり予告なしで始めるってのはそんなないと思うんだよな。あったとしたらまあなんか遅いんだよってね、いつも通り悪態をついてやればいいだけかなと。なんだろうな、あるとしたら強化祭りとかは、全強化祭30はいつまでだっけかな。ゴールデンウィークよ、9日まで、もう1週間というか次の火曜日までだけど、となると適当な、なんだろう、使い回しステージがあるだけでろくに更新がないかもしれんぞ。これも9日までだね、全強化祭。おやおや手抜き期間かな。最近休みのあたり本当に休むからな、ここのそういうことかもしれん。まあ考えても仕方ない。とりあえず明日を待ちましょう。今日は短いけどこれぐらいにしておきます。また明日。